手首を柔らかく使う練習法をご紹介します。アドレスをしてヘッドを手元の高さに浮かせます。そしてここからヘッドを時計回りに動かしてください。反時計回りではなくて時計回りに円を描きます。その際に手元の位置は固定したまま行ってください。手元まで動かないように。このようにスムーズに円を描けるようになると非常にグリップ圧っていうのは適正になります。強く握りすぎてしまうとなかなか綺麗に円が描けないんですけれども、円を描こうとすると過度な力が入らなくなってきますので、スイング中の適正なグリップ圧になりますので、それをキープしたままスイングを行ってください。そうすると力が抜けて手首が自然と使えるようになってスムーズなスイングにつながってきます。